はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。オチピーチャンネルです。さあ本日は新型コロナウイルス対抗すべく体づくり無理やりトレーニング第4弾としまして、壁を使った壁倒立をやっていきたいと思います。回数としましては倒立2分を、まずは5回、インターバル1分でチャレンジしてみたいと思います。先日僕の昔のダンス仲間のホッシーが、倒立をやっていたのを見まして、勝手にライバル心を燃やして絶対にあいつより長くやってみようという、企画でやっております。ホッシー負けねえぜといった感じで、そんな感じで始めましたけども、ただ倒立2分がそもそもかなりきつい部類に入ると思うんですね。あの倒立やってる方は分かると思うんですけども、で、インターバルが1分で果たして5回できるかなというのが僕の正直な今の意見です。はい、なんですが、始めてしまったのでやってみましょう、とりあえずは。はい、本当は、倒立ね、その場倒立とかの山はいいんですが、僕その場倒立はあんまり得意じゃないので、ちょっと今回は壁を使わさせていただきます。はい、よろしくお願いします。で、今日かける音楽は、友達の、あずさくん、長野の、ライトフィートの先駆者ですね、あずさくんからもらった CD を使って、音源を使ってなんとか耐え抜きたいと思います。はい、それではね、頑張っていきます。倒立2分5回チャレンジスタートします。こっからかな。はい、ではね、やっていきたいと思います。2分か、長いな。はい、よし、じゃあ行きましょう。上がるのを考慮して2分5秒からスタートしたいと思います。それではね、まず1回目いきましょう。よーい、スタート。
すいません、今ね、やって分かりました。休憩1分は無理です。ちょっと休憩2分ください。では、休憩2分スタートします。これはやばい。これは持たないかもしれない、5回は。肩がやばい。わあ、肩がやばい。ああ、これはやばいぞ。ともかく、こういう持久系のトレーニングの場合、身体的な、苦痛よりも、心の限界が大体先に来ます。なので、その、気持ちの折れるところになんとかね、打ち勝つ精神力が必要です。そのためには小さな成功を何度も何度も繰り返し、成功させる自分をイメージできるように、そして、その成功体験が自分の自信につながるような、そのようなトレーニングを何度も何度も繰り返す必要があると思います。ですので、もしこれを動画をご覧の、お父さんお母さん保護者の方がいらっしゃいましたら、ぜひね、お子さんには小さな体験を何度も何度も成功させる体験ですね、小さなことにチャレンジして何回も何回も成功体験を味わわせてあげてください。その成功が自信につながります。そして、心が折れない子供が、成長するといった感じになると思われます。はい。まあ、僕もそんなにね、成功してるほどは思いませんけども、あーやべ、そんなこと言ってる間に2分終わっちゃった。はい、わかりました。はい、わかりましたよ。はい、話の途中ですが、2回目にチャレンジしたいと思います。なんとかこうやって、話を長引かせて少しでも休憩したいというね、ずるい心が出てますので、早速いきましょう。はい、ではね、休憩終わりましたので、2回目の倒立に行きたいと思います。よし、行きましょう。よーい、スタート。
すみません。おそらく今やってみて分かりました。次は多分落ちますので、すみません、恥を承知でお願いします。3分間休憩させてください。すいません、ではね、これは無理です。3分間休憩ください。いきます。これはまずい。あと3回もあるのか。やばい、肩が痛い。そう、腕はね、そんなでもないんですよ。肩です、ともかく肩が痛い。ともかく肩が痛い。やべえ。誰か肩揉んでほしい。もうあれなんですよ、自分で揉むのも嫌なくらい疲れるんですよ。いやー、もうやべえ。わあ、もう上半身、あーきつい。下半身がめっちゃ元気なのに上半身だけがすごい疲れてるから気持ち悪いな。ただあと1分半しかない休憩が。こうやって肩をすくむのも嫌なぐらい疲れてる。なんで5回なんて言っちゃったんだろう。3回なら全然余裕だったのになと、ね、いろいろ言ってもしょうがないのでとりあえずやります。が、しかし持つかな。次、普段ならね、こういうライトフィットの曲なんかかかるとテンション上がっちゃうんですけど、あずさくんごめん、全然テンション上がんねえ今日。当たり前か。あずさくんは悪いんじゃないんだよ。こんなアホな企画持ってきたら俺が悪いんだけど。あーきつい、手首も痛えな。よし、でもしょうがない。はい、ではね、3回目まもなく終わります。はいはいはい、わかりましたよ。やりますよ。はい、ではね、2分チャレンジしてみたいと思います。3回目か、やだな。限りなくやりたくない。しょうがない、やるか。ちょっとね、パンツにインさせていただきたいと思います。はい、じゃあいきましょう。3回目スタートします。よーい、スタート。これね、見えるところに置いた方がいいな。よし、ふっ。
わかったわかった、止める止める止める。3分休憩します。休憩をしっかり取ったおかげか、さっきよりはね、さっきよりはじゃない、きついけどなんとか耐えられました。経過報告としては、1回目ではほとんど起きなかった小さな手の震えが頻繁に起きるようになってます。明らかに上半身に乳酸がたまり疲労を感じています。おそらくあと2回は持つと思うんですけど、明日以降の上半身、特に肩周りの筋肉痛は間違いないなと思います。やべ、おそらくあと2回は持ちます。ただかなりきついです。疲労物質が溜まってるせいもあって、ちょっと全身の、特に上半身、腕周り、肩周りの上半身の血流が悪くなってるのを感じます。早くこの疲労物質を流し、回復をね、促さなければいけないなと感じてます。まずい、手が寒い。そうなんです、今こんなにトレーニングしてるのに寒いんですよ。ダメ、よし、昨日の腕立て伏せ、330回の疲れもね、まだちょっと残ってるので、なんでこんなことをやってしまったんだろう、なんでこんなことを始めてしまったんだろうと後悔しています。よし、では、はい、4回目チャレンジしたいと思います。すいません、ちょっとだけ、もう少しだけ休憩させてください。よし、行きましょう。でも多分持ちます。では2分チャレンジしたいと思います。あー、やりたくねー。よし、行きます。よーい、よーい、スタート。よし、
すいません。多分最後は持たないので、あと1分だけ休憩ください。休憩時間4分で、すいません、スタートさせてください。スタートします。やばい。きつい。寒っ、第1回の懸垂、第2回のバーピー、そして第3回の腕立て伏せ、この過去3回とは全く違う疲れが今僕のこの肩にのしかかっています。きついです。ちょっと、鳥肌が立ってきました。本当に寒いです。で、ちょっと今血糖値が下がっているのが分かるので、ちょっと飴玉舐めてきます。グミがあったんでグミ食べます。うん、でも休憩が長いから、なんとかいけるかなって感じです。3分でもいけるかな。ちょっと休憩の回復次第では3分でいきます。この僧帽筋がカチカチです。痛え。そして寒い。過去3回に比べて非常に地味な絵面になってることは間違いないと思うんですけども、まあ倒立ってそういうもんなんで、自分との戦いです。ちなみに僕ね、もしこれを、この動画を僕の同級生が見てるとしたら、笑っちゃうと思うんですけど、実は僕昔、トレーニングというものが大嫌いでした。ともかく練習とか努力とか、我慢とかが大嫌いだったんですね。で、僕バスケットをやってたんですけど、先輩たちが体育館でこう腕立て伏せとか懸垂とかをやってるのを見て、もうバカなんじゃねえかなと正直思ってたぐらいなんですよ。走るのも大嫌いで、今でも嫌いですけど、走るのとか本当に嫌いだったんですけど、なぜかどこでどう間違ったのか分かりませんが、今こうやって過酷なトレーニングをね、好き好んでやるようになってしまいました。人生何が起こるか分からないです。ぜひね、皆さんいろんなことにチャレンジして自分に合うものをね、選んでもらえばいいかなと思います。はい、ではね、最後5回目チャレンジしたいと思います。いきましょう。よし、じゃあ気持ち切れる前にトットでやります。では行きましょう。逆立ち2分かける5回スタートです。最後ラスト5回目。よし、ほっ。
て。終わはい、ではね、逆立ち2分間5回セットチャレンジ、無事成功いたしました。ご清聴いただきましてありがとうございます。本当にね、日々チャンネル登録者数が増えるのを見て本当に嬉しく思います。そして感じるのは、一人では生きられないことです。多くの皆さんがチャンネル登録をして、このくだらないトレーニング、そしてくだらない動画に付き合ってもらう、そしてそれを見て、その心の支えで僕が毎日生きている。皆さんあっての僕です。そして育ててくれた両親への感謝、そして我が子2人への感謝、そして陰で支えてくれている奥さん、そしてダンスの仲間たち、そしてこの僕に対してアドバイスをくれる師匠の2人、本当に感謝しています。ありがとうございます。コロナが収束するまで、このようなトレーニング動画できる限り毎日更新していきたいなと思ってます。頑張ります。明日もまたやりたくはありませんけど、トレーニング動画、おすすめできないトレーニング動画をね、アップロードしていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。また明日も頑張ります。ちびっ子たち、明日も頑張ろう。俺も頑張る。じゃあまた明日、おちびチャンネルでした。また会いましょう。バイバイ。